一人取り残されない未来のためにつながれ絵本 4SDGs SDGs それは2030年の未来の形。合体駅公園。東京都町田市にある南町田グランベリーパーク。ここは駅、公園、お店が一つになった町。その広さ東京ドーム5個分。一つにしたのは東急株式会社。でも一つにしたってどういうこと？以前はですね、あそこの道路のところに車道が通っておりまして、分断されている感じになっていました。ですので車道と歩行者がクロスをするということもあって、交通安全上の問題もあったというような状況でございました。そこで思い切って車道を遊歩道に変えちゃったんです。でもなんでそんなことができたのかな。まさに今回の開発は、プロジェクトパートナーシップという形で、町田市さんともかなり密にいろんなことをこう話をしたからこそ、そういったやはり単体ではできない道路の付け替えみたいなことっていうのがこうできたのかなというふうに思ってます。そう、町の協力があったからこそ道路だって作り変えることができたんです。これは町と企業が手を取り合った、みんなが幸せになる町づくり。駅につながるショッピングモールの通路はお店が閉まった後も通れるようになっています。電気がついているから夜も安心。他にも図書館や児童館など、モール内には生活に欠かせない施設がたくさん。終わりではなく、ここが始まりとしてどんどん良くなっていくような仕組みっていうのをどんどん継続してやっていきたいなと思っています。手を取り合って住民の安全を守る。